ちょっと入ってみます。あ、めっちゃいい。じゃん、おはようございます。アンツラベ、昨日ね日曜日だったんですけど、今日月曜日でやっぱり人がだいぶ多くなってます。もうね、あの気を取り直して、旅行楽しみたいなと思います。いや、あのね、ここすごくいい街、あの標高はアンタナリバよりも高くて、あの過ごしやすいし、やっぱり人はね、だいぶ穏やか。この街はね、街歩きがすごい楽しい。すごいね、のんびりとしてるし、いい感じ。ここはね、ちょっと長居してゆっくりとしたい場所。人はね、あの穏やかなんだよね。めっちゃサボテンかなこれ。にしてもなんか伸びニョロニョロすぎるよね。なんだろう、すげえ。うちにもある。なんか子供たちの遊戯場にもなってる。じゃーん、これはアンツラベのトレインステーション、列車駅なんだけれども、昔はねマダガスカル列車、ちゃんと客船も走って旅客用の鉄道も走ってたみたいなんだけど、今はもう貨物だけになってるみたいで人は乗れないみたい。列車の前にミニカーがずらりからの、なんか入れないのかな、ちょっと行ってみましょう。じゃーん、鉄道駅。あのやっぱりね、フランスのあのコロニアル様式で立派っていうかね、この街はね、そのフランスの植民地時代の影響っていうのがすごく残ってる。無理なのかな。セフェメ。ああだこ。やっぱ閉まってるって。ちょっと中がどうなってるのか見たいんだけどね。ここなんだろう。ここ多分待合室だったのかな。もうね、使われてないですね。で、この鉄道駅の前がこういう大通りになってて、でも今はもうこの鉄道がやっていないから、ここはもうほとんど、人々の憩いの場になってるっていう感じなんでしょうね。 Another tear just burst from the side of your eye. And I know what you're saying and I know it's a fucking lie.じゃーん、やってきました。セントラルターマルアンティナベ。ここはね、実はね、アンティラベって温泉が出るんですね。温泉に僕は入りたくて、ここ来たんですけど、ちょうどいいですね。しかもここに来る前に事故ってですね、僕の乗るタクシーブルースが、今もね実は体中痛いんですよ。でその保養も兼ねてですね、今からちょっと温泉に浸かってこようかなと思ってきます。ここが温泉。あ、あっちかな。
ここでまずねチケットを買うんですね。ここ4000ありありで、だから約100円で20分だそうです。で個室がそうです。閉めなきゃね。まずは閉め、あ、もうね、あのね、硫黄のいい匂いが、温泉の匂いがしてます。はい、でここで着替えして、はい、もう最高の個室の、ただね時間が20分なんで、ちょっと急いで入ろうと思います。じゃあ今ね、僕マッパですけれども、あの、ね、お湯はねちょうど日本人にいいお湯、ちょっと入ってみます。めっちゃいい。マジめっちゃ気持ちよかった。ね、20分経ったら、あの、呼びに来てくれるんでゆっくりできます。はい、でね、あの、あんまり温泉とか詳しくないけど、でも、あの、硫黄のねいい匂いがして、あの、うん、お肌とかに良さそう。あの、ただ行くときはね、あの、タオルとか自分で持って行ってください。体洗ったりするっていうよりも、ただ疲れに行くっていう感じの場所です。遊園地発見。出た、手動観覧車。すごい。